こんにちは、綺麗作家の佐川彩乃です。今日も作っていこうと思います。それではどうぞ。それではバタールを切っていこうと思います。まず細いところ、細かいところからやっていくので、こういうこの三角を抜いていきましょう。ここにも細かいになりますね。細かいのを抜いたら、この線のところを切っていきます。はい、そして、このダイヤの形ですね、切っていきましょう。そうですね、今私ここ切っちゃったけど、先にここ分割して切ってしまってもよかったかなと思いますね。こういうところはこう線がないとこでも分割して取りましょう。いいでしょうとか言って、それからまた細かいので、こういうところも分割して切っていきましょう。ちょっとずつ細切れにしながら切っていきましょうか。はい、これで中が切れました。次は外側を切っていきます。はい、切れました。これでバタールが切れました。それでは色付けをやっていきます。トレーシングペーパーに上からトレーシングペーパーを乗せて、色付けたいところをなぞります。黒い線の上をはみ出さないようにしてください。これで3箇所一気にやってしまおうと思います。これね、いいですね。ちゃんとやれば細くて難しいんですけど、こっちからやっていけば、多分こことかやるよりもこっちからやった方がちょっと丈夫になっていくので、できましょう。ちょっと明るいこんな色とかを使おうと思います。はい、これで3箇所いきましたにして色付けしようと思います。はい、糊をつけてからちょっとよいしょずらします。そしてこういうのをつけていきます。
この辺使おうと思います。黒い線の上をはみ出さないように、はみ出さないように線を引きます。そして中の切り絵をどかして、裏にして糊をつけます。これから貼ります。はい、これでひっくり返して、はい、バタールの出来上がりです。いかがでしたでしょうか。ですね、ツイッター、インスタグラムやってますので、よかったらぜひチェックしてみてください。そしてチャンネル登録お願いします。そしてファンボックスを始めました。毎月の切り絵に、プラスして、ブログとか、無料の図案とか取り放題ですので、よかったらぜひ入ってください。そして、今日、ちょっとファッションチェックとかしていこうと思って、なんか着物が好きなので、そんなこともちょっと紹介していこうと思います。今日はバラの浴衣を着てます。バラとなでしこの浴衣です。はい、で赤の帯をしてます。私は半幅帯派なので、半幅帯してます着物生活は楽しいです。よく着物で作業をしています。はい、そんなところです。それではありがとうございました。また。